新盆栽学の塩津武弘です。皆さん盆栽と聞くとどのようなイメージがありますか？僕はすごい植物が好きで、いろいろな植物と一緒に生活をして、こういう形で仕事もしてます。最近では若い方とか様々な方が身近に盆栽を育てて楽しんでいる方が増えてます。苔でも、恐竜の時代から生きてて、すごいんですよね。自分の手で作って育てるっていうのってまた全然植物を楽しむっていう楽しみ方が変わると思います。鉢植えとなるとやっぱりひまわりであったりとかチューリップ、そのお花、植物を見るどうしてもなってしまうんですけど、盆栽になることによって植物も器も全てが一つになって作品になるのが魅力というか楽しみ方だと私は思います。この中にも、もみじと苔と砂利、この3種類がと、あと4種類ですね。この全てが入って一つの景色ができるという、この中で世界ができます。私の授業では5回の授業を使ってさまざまな盆栽を作っていきたいと思っています。もちろん器もさまざまな土地の陶芸家さんに焼いていただいて、それを使って季節の植物を皆さんと一緒にしつらえたいと